このアウトレットに、この金属管ですね、ネジなしの金属管を取り付ける、方法をですねちょっと実習やってみます。まずはこのコネクタですね、コネクタを取り付ける、これ緩めましてね、それからこう入れますね。はい、それから、こちらもですねこういうふうに、入れます。それで、ここのですね、針のついているネジがあるんですけど、これをですね、こういうふうにしてですね、ねじ切ります。これね、ねじ切ります。こうちょっとあれですよね、これ、まあ、一応マイナスとプラスのドライバーついてますけどね、ちょっと無理と思います。こういうのはですね、プライヤーですね、プライヤーでこういうふうにねじ切るということですね。だからこちら側もですね、ねじ切ります。こうですね、これねじ切ってしまいます、完全にね。はい、それからですね、このアウトレットボックスに取り付けるんですが、ここに取り付けし枠、枠をですね取り付ける耳がありますんでね、ここへこう入れますとね、仕事が非常に しにくいわけですね。それで、ですね、ここですね、こちら側、耳のない方ですね、ここがここですね、にこういうふうに取り付けると、こうですね、そうすると仕事しやすい、それから試験の時もこういう方向に取り付けるようになってますんで、穴が開いてますんでね、はい、それからロックナットですけどね、これ、こちら側はですね、何も、刻印がありません。で、こちら側に行きますとね、実は、これ19位で書いてあるんですね。はい。それが見える方向にですね、見える方向にして、こういうふうにですね、ですね。はい。閉めます。一応ね。それから、プライヤーですけどね、まあ、こういうふうな、大きな、ね、いわゆるアンギラスってあるんですけど、これちょっとしにくいですよね。で、これは、車とか単車の中にね、あるプライヤーです、これね。で、こうですね。それで、こうきっちりですね、止めます、これね。こうですね。ちょっと、上からちょっと見てもらうの、ちょっときついんですけどね。はい。こうにしてね、しっかり止めます。それからね、実際の現場ではね、こういうことやるんですよ。ここのですね、溝があるでしょ。これね、溝にドライバー入れてですね、必ずカンカンカン叩くんですね。はい、こういうことやりますね。はい、まあこれしっかり止まりました。さあそれからですね、絶縁部品ですね、これもこう入れて、それからこうですね、これでもいいです。まあこうね、プライドを締めていただいても結構です。はい、こういうことになりますね。さあそれでですね、入線の先にですね、このボンド線ですね、ボンド線をいきます。これもですね、普通のあれですね、レセプタクルなんかをですね止めるのと同じような要領でですね、こういってね、はい、こうですね、で半分のところを持ってで、こうキュッとこう曲げますね。一応こういう形にします。こうですね。はい。それから、ここを持ちましてですね。で、キューってね、下へ逃げます。こうね。はい。こうなります。はい。それからですね、これはまあ、試験の時はね、別に部品としてあるはずですけど、はい。それから、こうですね。やっぱり右にね、R するように、それからこれですね、ちょっとこうやってですね、L に曲げましてね、で取り付けていただいたらいいと思いますからね。先にですね、こっちからこう出してですね、こうですね、出してやりますと、なかなかこう R のとこ取りにくい、まあこれでも結構ですけどね、先にこう入れてしまってやると取りにくいもんですからね。こうやってですね、先止めてしまいます。これね、はい、ここに先止めてしまいます。こうね、
はい、それからですね、これちょっとビスが、あのネジ山がね、ですけど、ちょっとこれ4ミリでちょっとあれですね、あの3ミリぐらいのネジになってますね。はい、まあ、ちょっと申し訳ないです、こうなんですね。それからね、これね、この穴、一番近くから通すと しんどいものですから、きついですからね、一番遠いところですね、遠いところにこう入れてですね、それで、こうですね、こう回します。こうね、はい。それから、ここのですね、ネジ止めのところなんですが、まあ、これはね、あの左から行っても右から行っても、あんまり、大差ないんですけどね、ね、はい、こうですね、ここ通します、ここね、ここ通しましてね、はい、はい、まあこれはあのきっちりなくてもですねいいんですけどね、はい、はいはい、こうですね、はい、それで、こう締めます、ね、しっかり締めます、はい、で、こう貫通してますんでね、で、まあ、こう切りましてね、こうですね、まあ、こちら側へ折り返しておけば、いいと思うんですね、はい、こうですね、はい、それからですね、ゴムブッシングなんですけどね、こうですね、こうに入れてもいいですし、それからこうに入れてもいいんですよね。だけどね、あの実際に、作業をですね、現場でするときは、この膜が上に来ますよね。こうやりますとね、ここに、ゴミが溜まったり、それから水が入ったりね、屋根がですね、防水ができてない間ね、配線工事するようなことありますんでね。そんなときに、まあ、セメントが入ったりなんかしますんでね。まずこういうですね、受け皿のような方向にはまず、取り付けることないと、大概こうですね、こういうふうに取り付けます、こうね、はい、それで、まあ、手腕の中にはですね、ナイフで切れとありますけどね、ナイフでやったときにですね、実は、ここの土手をね、切ってしまうことがあるんですわ、ここね、都合が悪いんで、それで、マイナスドライバーですね。マイナスドライバーで、こう、ふにふに、ね、穴を開けられることをね、お勧めします。これちょっと今、硬いもんですからね。あれですけど、こうですね。マイナスドライバーで、貫通ですね。これの方が、ブッシングを傷める確率少ないですからね。これをお勧めします。さあ、それからですね、電線ですね。まあ、白と黒を入れる場合ですね、もう切ってありますけど、例えばこっちが、黒が、まあ、これ赤ですね、赤が2本と白が1本というような場合ですね、ここ切らずにね、ここ切って入れますとね、中でこう当たりますよね、特にPF 管なんかですとギザギザになってますんでね、ダメなものですからね、こういうふうにですね、ちょうど真ん中ですね、まあもし渡り線取るんでしたら渡り線を先にですね取っておきます、取っておきまして、それを半分にしますんですけどね、はい、でこういうふうにですね半分にします、それからこれもですね、ちょっとこうですね曲げてください、こうね、それで、これをですねこう入れていただきます、こちら側から、ならもう引っかかることなしにですねスッと通ります、これね通ります、はい、それで、通ったところでですね、でこれ伸ばして、まあ、使ってもいいんですけどね、ここで切ってもらいます。ここでもう。こういうふうに。そうするとすぐ作業できます。こちらもですね、こちら、ここでね、あるしたところでこう切ってもらいますので、すぐもう作業できますんでね、伸ばしてどうのこうのっていう、するようなこと、たとえ切ってもこう1センチほどですからね、短くなるってもね、大したことはありませんのでね、こういうふうにして、作業していただくといいと思います。